食べ、いいでしょ、食べに来てるみたいな。だからレバーとか上身のタンっていうのが豚系がメインで、はい、で牛とかはちょっと単品でこう入ってる感じです、うんうん、基本豚はこの味噌で食べる。これ味噌ですか、うん、これごま油塩ですか。あ、そうです。レバーです。立ってますね、カード立ってるんだ。カード立ってますね。朝締めなんで。朝締め、はい、芝浦ってその締めるところからすぐ近いんで、東京はだから本当に鮮度のいいレバーってもう豚しかないんですよ。これは豚のミノってことですか。そうっす、胃袋の厚いところだけ取り出してるっていうか、薄いところは取っちゃうんですよ。食感が好きなんですね。牛のミノと違って、はい、あの歯切れがいいです。いただきます。最初はこの木のあるところで焼いて、うん、後で真ん中に打っていきます。油最初に落とします。結構ちょっとひっくり返してますね。香りがいい。これごま油ですね。そうですね、ごま油とちょっと醤油がかけだれになってます。でこれも塩味ついてるんで、はい、そのまま食べてもらって、まあ、薄かったら味噌とかつけてもらって、はい、じゃあパンにも全部のせる。まあちょっとこれで火を通す。めっちゃ綺麗ですね。そうですね。もうこれそろそろいけるかな。これも一緒で、でもここの最初はこううまくこのこの辺を使ってやる。これやっぱ鮮度いいとこういう食感なんですよ。臭みも全くないし。そうなんですよ。すごいですね。この食感と臭みがないこと、はいはい、で程よいレバー感というか、うん、でタン元からいきますか。はい、パンの大きさが全然違かったりするんで、また焼き目つけたら、うん、真ん中に持ってきてって感じですね。これなんかな、見たことある断面みたいな。はいはいはい。いい焼き目。
これ味噌です。あ、味噌です。これぐらいの厚さがここはちょうどいい。うん。焼く前からいいですよ。これいくら分けてる。こういうのはこうなんていうんですかね。お酒のつまみにいいんですよ。こういうのちょっとずつ、だから切り方を変えるんですよ。うん。つまみに最高っす。頭瀬せり、縁側。これが要はハラミ、ハラミですね。これが顎下、はい、タンの下です。こめかみだとか、頬だとかいうところですね。食感的にはこれが面白い、やっぱり。はい。かしら。これ筋っぽいじゃないですか。はい。これなんか食べにくそうですね。それが焼くと変わりますから。へえ。はい。コラーゲンになりますから、ちょっと。なるほど。食べたらわかりますね。色だけつけて、これなかなか良かったです。その先に行くかどうかもう本人次第なんですよ。もう味噌もね、美味しいんですけど、私はまあまあどっちでもいいですけどね。味噌の方が僕は好きです。ハラミを炙ってユッケにしたやつで、小袋、うんうん、ミノ、ガツ、ね、混ぜ混ぜする。そうですね、混ぜ混ぜ。卵いきますね、はい。赤身のところとこの小袋とか、うん、と一緒に食べてもらうっていう料理です、うん。いろんな食感が出てないですね。そうですね。はい。あとはもう食べるだけなんで。どうぞどうぞ。うん、どうぞ。タレがまた小袋が入ると、うん、圧倒的に食感がいいですよね。味変で、ええ、味変していただいて。ありがとうございます。これせせりっすね。せせり、せせり、またちょっとさっきと違う感じですよね。最高ですよ。せせりです。せせり、めちゃくちゃ肉汁が、ジューシーですね。そうですね。頭はなんかこう食感がいい、はい、面白いです。他にないんで、縁側、縁側、縁側っていうか、
ちょっと低脂肪な油がちょっとついてくる、ね。はい、十分十分。うん。まあハラミの方があるかな。パンチ力ちょっと考える。まあハラミからいった方がいいかも。で、頭はほら食感があるから、また別の肉の種類だ。味変で。縁側す。ハラミ。はい、ハラミですね。アゴダシ。アゴダシ。このカルビも熟成系です。あ、この卵かけご飯美味しい。もう一個。コンステ。ああ。はい。自分の好みのキムチに出会うのはなかなか難しい。焼肉屋さんでも。あとかけるからちょっと覚えてみて。